四404イ404はアメリカ合衆国のゼネラルエレクトリックが開発した低バイパス比ターボファンエンジン開発当時としては圧倒的な水力重量比を誇り小型高水力のエンジンとして多くの軍用機に用いられている発展型としてゼネラルエレクトリック四414も開発された GE は海 -15 及び F-16 のエンジン選定において、プラットホイトニーのプラットホイトニー回100に負けた後間もなく、回 A-18 に搭載する回404エンジンの開発を始めた。回 A-18 に搭載するため GE は UF-17 うに開発した UG-101 をベースに開発を進めた。UG-101 をベースに開発されたのは、 性能より信頼性が求められたこと、コストの低減という目標があったためである。原型となった U 字101エンジンは、コンティニュアスブリード式と呼ばれる、新概念のエンジンで、ターボファンとターボジェットの中間的なものであり、バイパス比が0.2と非常に低かった。回404として発展した際に、ミリタリー水力時の燃費を確保するため、 バイパス比が0.2から0.34に引き上げられ、これによって、軍用戦闘機としては、典型的なターボファンエンジンに分類されたが、それでも、同時代の TF30 や RB-199 がバイパス比1.0から1.1なのと比べるとかなり低い部類に入る。これは、アフターバーナー使用時の燃費を考慮した結果である、高バイパスになるほど、 アフターバーナー使用時の出力増強効果は、マスが燃費は著しく悪化するからである。また、GE はスロットルプロフィールの分析の結果、エンジニアが以前予想したよりも頻繁なスロットル操作を必要とすることが判明したため、会404の設計において制御入力に迅速に応答すること、コンプレッサーストール及び他のエンジンの故障を回避することを盛り込んだ。 初期のターボジェットエンジンにおいては、水力操作の変化になかなか応答しないことは、プロペラ機からジェット機への転換において、また、開発にあたっては、GE 幹部のフレデリック・エーラーソンとポールセットは、新しいエンジンは、カイマイナス4の、ゼネラルエレクトリック J79 よりも小さいが、多くの水力を有し、コストは回100の半分とする目標を設定した。 こうして設計された k 4 0 4のエンジンファンは圧縮機に入る空気の流れを滑らかにするよう設計されており、コーム回角などで起きやすいコンプレッサーストールに高い耐性を有する。また、スロットル入力への速応性にも配慮しており、アイドルからフレアフターバーナー出力まで4秒程度となっている。また、飛行中のエンジン状態監視システムアイスムズを搭載し、 部品の疲労度をモニターする。GE はまた、スイスの要求に応じて、水力を増加させたカイ4 0 4 g e 4 0 2を開発した。この新しいエンジンは、クウェートのカイ、a 1 8イ、a 1 8 c D などの機体に使用されており、旧式の J79 の約6割の質量ながら、それに被験する出力を誇るなど、この時点において、 当初の目標を上回る成功を収めた T-50 に搭載された K404GE-102 はファデックを搭載しており3段のファン、7軸のタービン、アフターバーナーで構成されておりアフターバーナー時の水力は 78.7KN であるスウェーデンのボルボでは単発機のサーブ39グリペン用に K404 の改良型である RM12 を開発 生産している。詳細は、ボルボ RM12 を参照 A-12 用に、改良型の F412 も開発された。A-12 の開発中止とともに開発が中止されたが、研究成果は、F414 の開発に使用された。また、ゼネラルエレクトリックの船用ガスタービンとして、K404 のコアを使用した、ゼネラルエレクトリック LM1600 も開発され、 高速フェリーなど向けとして提供されている GE は後に海1 0 0エンジンの代替として海1 1 0を開発するが開発にあたって海4 0 4の技術も盛り込まれている一般的特性構成要素性能ありがとうございます